はい、こんにちは。RWS 新潟校代表の高校内です。今回は、個人レッスン、ドリブル塾っていうのは、まあ、スクールだったり、個人レッスンだったり、グループレッスンだったりっていうのを、まあ、活動の、中心としていて、個人レッスンではどういうのをやっているのか、そんなになんか、すごく変わった練習をやってるかって言われたら、やってる時もあります。ただその中でも、普通の教え方をしない。もっと細部によってこだわって、その中で、上手くなって自分のスタイルを見つけてもらうための練習を全個人レッスンでは、意識してやってます。でその中で今日はね、どんなことやってるのかな、どんなこと言ってるのかなっていうのを見てもらいたいなと思います。それでは早速やります。良くなってきた、良かったっち。はい、高い OK。 触るときに力入ったとボールがリラックスして今こっちに座ったけど、ピッチとギュッと印字とボールを取ってきた。それで、リラックスして、これで、これで、チンだ。ちょっと早くなる。おお、そういうこと。出すところが悪いと蹴れないでしょ、はい、今みたいに出すところが悪いと蹴れないでしょ。だからここでボールを決めたら出すところは自分がこの横に蹴れるところをしっかり出して、はい、そうしないと試合中にさ、せっかくのチャンスなのにここの出すワンタッチで手がずれるだけで、あ、やばい、シュート打てない、よし、やめた、超打たないでしょ、はい、だからここでこのディフェンス、例えば足出してきたぐらいここを打てるように、であえてさ斜め後ろになってるわけじゃん、っていうのは相手がこうやって攻めた時にギリギリ前に出せるのはこれぐらいっていうイメージ。はい、はい、今自分がこれコースに蹴りたいじゃん、コースに蹴りたいじゃん、そしたらこの両方が遠くと真ん中、相手のこの席もそうやってあまり真ん中あコースっていかないんです。だからこそ逆にこのコーンに隠れた時に1つぐらいのイメージ、真ん中がコーンに隠れた時に
こで言うと思うんですよ。確かに始めたらいいけど、真ん中も打つタイミングを意識すると、ツーショットがある。はい。最後。今一番端のコーンがコーチと面を隠した途端にここに飛んできた。コーチも半分遅れる。やってやって。ハハハ、オッケーオッケー。 Bass in your face.